写真における広報散乱物理学において広報散乱。水は氷よりもほぼ4倍反射率が高いが、水滴は切片や氷よりも非常に小さい。したがって広報散乱はこの2つの因子の両方に依存する。その大きさから最も強い広報散乱は氷と大きいあられから帰ってくるが、比例類散乱が話を複雑にする。 もう一つ強い散乱源として、サイズが大きく、水により、反射率も高くなった溶けかけの雪や濡れたみぞれがある。これらが存在する空域は、実際の降水量よりも、非常に高い降水量があるように見えるため、ブライトバンドと呼ばれる。雨は穏やかに、後方散乱を起こし、その強さは、雨滴が大きくなるほど、強くなり、小さくなるほど、弱くなる。 雪の後方散乱は比較的弱い。水平方向と延直方向の変化の後方散乱を計測する二重変化。気象レーダーにより、二つの信号の比から形状についての情報を得ることができる。ファイバー工学においても、後方散乱法は、光学欠陥の検出に用いられている。光ファイバーケーブルを通って電波する光は、レイリー散乱により、徐々に減衰していく。 よって、レイリー後方散乱された光の変化を監視することにより、血管を検知することができる。後方散乱された光は光ファイバーケーブルを通るにつれて、指数関数的に減衰するので、減衰特性は、対数スケールのグラフで表現できる。グラフの傾きが急であれば、パワー損失が大きいことを示す。傾きが緩い場合は、 光ファイバーが十分な損失特性を持っていると言える。広報散乱法による損失計測は光ファイバーケーブルを切断することなく片側のみから行えるので光ファイバーの構築と維持管理上便利である。写真における広報散乱とはフラッシュもしくはストロボがレンズの視野角内の粒子により反射され写真上に光片として現れることを言う。これを オーブと呼ぶこともある。この現象は、雪や雨、雪、空気中のゴミなどによって引き起こされる。現代のコンパクトカメラ及びウルトラコンパクトカメラのサイズ制限により、特にデジタルカメラでレンズと組み込みフラッシュとの距離が狭まってきており、したがって光の反射角も小さくなってきているので通常は目に見えない粒子の反射が映り込みやすくなってきている。 したがって小さなデジタルカメラ及びフィルムカメラにおいてオーブは頻発する。ありがとうございます。